こんにちは、リーヌの庭のリーヌです。今日は夏野菜の定食をしようと思います。トマトの種を植える動画を出したんですけれども、あれが3月29日だったので、あれから約2ヶ月ぐらい経ちました。今トマトの苗はこんな感じです。ちょっと下の方黄色くなってますが元気です。まあこんな風にですね、もう定食しなきゃまずいだろうっていうトマトの苗がめっちゃたくさんあります。そろそろやらないといけないですね。もう限界が。そして自然の種っていうのを植えたんですけど、そのナスも大きくなってきました。これは地の丸ナスです。これももう植えなくてはなりません。ちなみにキュウリなんですが、白馬と伊達知らず2号、先日プランターに定植しまして、今このような立派な姿になっています。これは伊達知らず2号、後ろにあるのが白馬です。花もね、咲き出してきました。最初の方は取ってやってますけど、これは伊達知らず2号です。いい感じに育ってます。なのであとは無数のトマトの苗をなんとかしなくてはなりません。以前お伝えした動画で庭の一角を畑にするっていうのを撮ったんですけど、それは今こんな感じなんですね。だからここに植えようと思います。それではこれから定食をしていきたいと思います。例によって参考書はこれです。この中のナスの定食っていうページがあるので、これを参考にしながらここに、この1メートル1メートルの小さな畑にナスを植えようと思います。ただですね、衝撃の事実、なんとこの本によるとですね、この1メートル1メートルの畑中にナス一つしか植え付けないというふうに書いてあるんですよ。なぜかというと、ナスは大きく育つので、広々とした場所が必要だということなんですね。そうするとですね、私の小さな庭ではもう植える場所が、今使える植える場所がないので、反則ですがいきなり倍にして2本植えようと思います。ただなるべく間を空けて植えたいので、地の丸ナスをここに、そしてこの青ナスをここに植えようと思います。で、この本はですね、混植っていうのを基本の考え方としてやってるんですよ。つまりナス一つだけではなく、ナスの他にもいろいろな作物を一緒に植えて一緒に成長させるという、そういうやり方です。例えば枝豆です。ナスの周りに植えます。ここはですね、イタリアンパセリ、去年から育ててきました。そしてですね、忘れてはならないのがこれです。ネギ、このネギをね、ネギっていうのはね、非常に夏野菜一緒に育てるといいんです。トマトも一緒に植えるといいし、ナスもこう密着させて植えると病気が減るんですよ。なのでナスと一緒にこのネギも植えようと思います。あ、これも去年から1年かけて種から育てました。さてと、まずマチクラ付きというのをやります。ナスは肥料をとっても必要とする植物なんですね。なので本当は蔵付きって言って、定食前に堆肥埋めとくんですよ。それちょっと間に合わなかったので、とりあえずマチクラ付きだけやろうと思います。この苗の定食する場所から30センチ離したところで、ところを掘ってですね、ここに堆肥を一つかみ入れます。堆肥を用意しました。そして埋め戻すと、できた。簡単。こんなんでいいのか。いよいよナスを
がですね、すっかり忘れていました。ここにスト注水というのがあります。スト注水というのはあの本に書かれていますけれども、焼酎と酢と水を混ぜたものです。これをですね、定食前に苗に十分に吸わせます。からこういうバケツにスト注水を入れて、こうやって底面給水させます。本当は前の日にこうやっておくのが正しいというか推奨されてるんですけれども、今日ちょっと今日雨が止んで思い立って定食してるので見えません。そういう場合はもうできる限り少なくとも15分ぐらいはこうやって十分吸わせます。まず支柱を立てます。高さを合わせます。よし、掘った穴に葉ネギをまず植えます。そしてナスの苗を一緒に植えます。ちょっと遠いですね、支柱とナスの苗が。この支柱をちょっとずらしてここら辺に植えます。ここら辺かな、うん、ちょっと待って、大丈夫。そして麻の紐で結わえます。ナスは風に揺れるのがストレスになって実がつかなくなるということですので、しっかりと結わえます。穴を掘って、苗の高さを合わせ、ネギを同じ穴に植えて、そして植えます。で、紐で固定します。こちらもできました。あとは周りにイタリアンパセリと炒め物を入れます。すごい昼です。これはナメクジを食べる昼です。ナメクジたくさんいるんですよ、ここの庭に。なのでやはりその天敵がちゃんといますね。ナスの定食完了です。脇にはイタリアンパセリ、周りには枝豆を巻いてあります。あとはナスをビニール袋で囲えば完成です。はい、このようにあんどん仕立てにしてビニール袋で周りを覆います。こうすることで強風からナスを守ります。これで植え付けは完成です。